回、第1回目ということで、特に注意してもらいたいのはですね、この使えないもののチェック、これはね、仕入れちゃってからね、売れないと言ったら大損なんで、必ず、事前にチェックしてください。結構ね、禁止商品が、Amazon 多くなってます。何しろ販売力がありますんでね、野放しにしとくと、海外の代理店等のダメージが大きいということでね、結構、昔は売れたのに今はダメというのもあります。で、昔は売れてたということは、しばらくの間ね、規制は入ってなかったんで、オーストラリアが始まるとね、しばらくはアメリカと日本で売れないものもね、オーストラリアで売れるというものも、出てくるかと思います。で、それと、この手持ちの商品をリストアップね、実は今までもうほとんど、個別サポートばかりでですね、マニュアルサポートとかだとあまり成果出ませんという形でね、個別サポートだけでサポートしてました。その理由はね、やっぱこの商品選びがなかなか皆さんうまくいかないと。で、ここでつまずいてしまう方が多いから、商品選びの方をサポートできるのは個別サポートだけなんで、個別サポートを使ってくださいということでですね、個別サポートで大体皆さんやられてました。ところがね、個別サポートだとやっぱりね、費用が結構かかるということで、他の中途半端な金額の塾に入ったりとかね、マニュアルで自力で済まそうとすると。で、マニュアルとかでちゃんとしたこと言ってればいいんですけど、無在庫でまずは始めましょうとかね、どうにもこうにもならない方法で教えてる方が多いんで、だったら、商品選びの部分は抜きにしてですね、私の方もマニュアルで正しい知識を、皆さんに学んでもらおうということで、今回これ、Amazon 輸出のセミナー、通信販売で、5,500円という値段、しかも初月無料で、やっております。どういうふうにね、この目利きをカバーするかってことなんですけど、やっぱりね、書いて覚えるのが一番なんで、まず仕入れる前にね、自分で持ってる商品を100商品リストを作ってください。これは Excel に入れてもね、普通のノートで手書きでもいいです。で、何しろこの自分が持ってる商品がね、オークファンで見て、Amazon と海外アマゾンと、ヤフオクと、楽天とかね、その世界もん、eBay なんかの価格差がどうなんだというのをね、チェックしていただくと。で、まず、項目的にはですね、販売場所、ね、例えば eBay と、日本のアマゾンで全然値段が違うとかね、ヤフオクと日本のアマゾンで全然値段が違う。ヤフオクと、アメリカのアマゾンで全然値段が違うと。そういうふうにね、値段が、販売場所によって大きく違うというのはね、これ、利幅が取れる可能性が大きいです。あと時期によってね、販売価格が大きく違うと。これもちろん季節ものの場合もありますけど、それよりもね、発売したては安かったのに、しばらく経ってね、どんどん高くなっていくという商品が結構あります。これ限定商品買っといて儲かる商品なんでね、これも、大きく、上がる可能性が高いと。あと、販売個数が10個以下、ね、出品者が少ないと。これレアな商品っていうのはね、やっぱり値段がブレやすいんで、レアな商品、この3の条件の商品っていうのはこの1か2、どっちかに該当する商品がほとんどだと思います。この場合は、やっぱりね、儲かりやすいと。で、すでに自分で持ってる商品100リストの中にこのリストが、この該当する商品があればですね、その商品を元に広げていくとか、深掘りしていくのが、一番安全な目利きの方法で、それに該当する商品が結構出てきた方はですね、おそらく、私の個別サポートとか使わなくても、単純にその商品を売って、で、その商品の周りを広げて、その商品の、未来の金額がどうなってるか、まめにね、3ヶ月後とか、6ヶ月ごとにチェックしていけば、おそらく目利き力は、1年、2年でつきます。あとね、出品価格と成約価格のバランス、これも注目してください。出品が多くて成約が少ないのは値下がりする商品です。成約が多くて出品が少ないのは値上がりする商品です。これは需要と供給を考えればね、当たり前の話なんですけど、結構この辺値段だけ見て見落としがちなんで、出品個数のバランスも、これもリストに多分変えておくといいですね。値段が上がっていくときは出品個数が減っていってます。当たり前ですよね。限定商品は
時間が経てば少なくなっていくと。ね。かたや限定商品じゃないものは、時間が経って出品者が多くなれば出品者が多くなると。ね。で、供給は行き渡って、買う人が少なくなれば、今度ね、買う人と売る人のバランスが悪くて値段が落ちると。まあ、その辺のことはね、持ってる商品100個でリストを作って追跡すれば、わかるだろうと、ね、覚えやすいだろうということで、今回、それを中心に、やっていただくと。で、あとはね、もう買って売って実際に、実践してって、儲かる商品を買って売り続けるというのが、原則です。で、ただね、まあ、資金はあって時間で自分で全部調べるのかいと、ね、それはしんどいねという方は、時間がなくてね、資金はある方。これはね、もう、転売を特別サポートへのアップグレードがおすすめです。ほとんどの商品がね、まあ、この書いた条件、ね、がっちり当てはまらないで、こういうケースはどうなんだろうとか、この商品どうなんだろうっていうのが気になるケースが多いんですね。で、その時にね、正直一般論だと答えようがないですね。てか一般論で答えても、あんまりここに書いたこと以上の、回答はできないんで役に立たないと思います。まあ、そういう場合はね、やっぱり、個別にこの商品を聞いて教えると。あるいは、もう、この該当商品なくて何やったらいいんだかわかんないと。ね。しかし、コンサル費用は出せます。仕入れ資金もありますという場合には、私が直接、スカイプでナビしたりしてですね、お店に行ってもらって聞きながらナビしてます、実は。ね。そのお店を一周してきてください。何がありましたか？じゃあこういう商品はありませんか？価格を比べてきてください。で、価格比べてね、15分か20分後にまた呼んでください。で、呼んでみてその結果どうなりましたか？まあ、これを2、3時間やって、だいたいリアル店舗でこれをね、3回ぐらい繰り返すと、大抵の方は商品が見つかるようになります。そんな形で、商品選びに、まあ、自信がないという方はですね、日本に住んでれば、まあ、実際今言ったようなナビすればね、商品は月10万ぐらい儲かる商品は見つかります。もし、まあ、見つからない可能性があるとしたら、離島の方、ね、今回実は該当する方いるんですけど、離島だとね、物価がちょっと違うんで、見つからない場合もあると。まあ、ただね、今回の離島の方は、違うスキルが高いんで、まあ、おそらく問題ないと思いますけど、まあ、押し売りじゃありませんが、資金があって、早く稼ぎたい、あるいは時間がないという方はね、個別サポートを考えてみてはいかがでしょうか。まあ、考えられている方は、まあ、実際私とスカイプで話してみてね、今のままやるのとこの点が違いますというのをね、話させていただきますんで、まあ、それで希望があったらアップグレードすると。まあ、今のままでいいやと思ったらそのまま続けるという形でよろしいかと思います。まあ、そんな形で、第1回目の、サポートですね、マニュアルサポートのマニュアルと動画、まあ、第一刻で申し訳ございませんでしたけど、また来週ですね、月曜日のマニュアルをお待ちください。で、わからないであればですね、チャットワークで、お答えしますんで、チャットワークの方に書き込んでください。チャットワーク、まだ申し込んでない方はね、私の方からコンタクトを出してるんで、チャットワークと、ね、メールの方を検索していただいて、コンタクト承認していただくか、チャットワークの使い方がわからなければ、まあ、メールの方で、質問していただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。